タグマッチですね、解説に、はい、ジャングルジムさんに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。こんにちは、はい、今日2試合目に試合出場、はい、されるということで、ちょっと今日ハードスケジュールですね、はい、そうですね、しかも今日暑いですよね。そうですね、はい、リングが暑い、はい、ここペッパーみたいな、ペッパーみたいな、はい、さっき目玉焼きができるって言ってましたけど、はい、正直倒れたくない、はい、いや受け身をしないという、はい、あんま倒れないし、はい、いいですね、ここ日陰で涼しいですね。はい、大試合、はい、そうですね、山上雄介和人 VS 脇井宏志ヒルモンということで、はい、デビュー戦ですか。デビュー戦ですね、さあ、はい、どんな試合になるのか注目ですね。どの辺に注目されてますか。やっぱデビューする山上と、はい、残りの OB、はい、全員、はい、この OB が、はい、そうですね、ベテランのテクニックあり、はい、そうですね、スポーツさんみたいな、スポーツみたいなテクニックあり、はい、吸収してほしいですね、そういったうまさを、はい、パワーよく分かってほしいです。そうですね、大金星をね、はい、祝いとってほしいですね。そうですね。で、2試合目がカエスラ VS ジャングルジムということで、はい、どうですか。まあ、どうもないですか。これはあれですね、はい、赤い空のデビュー戦を自分がしたんですけど、はい、ああそうですね、この時みたいな試合にしたいですね。ああ、もう叩き潰してやると、まあ、それを目指して頑張りたい。はい、じゃあ注目ですね、はい、ちょっとあの入場式の挨拶はちょっと微妙な感じでしたけどね。そうですね、なんか空回りしてる感が半端なかったですね、はい、基本空回りしてますからね、はい、で、はい、最後に新入生紹介、そうですね、新1年生が今年もいっぱい入ってくれたので、はい、嬉しいのが入った、そうですね、いや、やっぱ10代の方違いますね。男の子も女の子もプリンプリンですよ、もう10代じゃないんですか。もう20代でもダメですよ。なるほど。ダメですもん、本当肌のハリや何やらもう全部もうシミそばかす、シミそばかす、毛穴のキラキラ全部ダメですもん、化粧水、化粧水、はい、よくわかんないですけど、はい、遅いですね、遅いですね、もう暑いから、はい、もうお客さんも暑いから早くね、見たいですよね。あ、そうですね、出ませんね。俺ら日陰で堂々としてますけど、してますけど、皆さん日向ですからね。すいませんね、もう水分補給はこまめに、はい、とってほしい、近くに混み合いますね、はい、はい、高見しっかり水分、元ファミマの店員さすがですね、その話になりますね。はい、もう時間が1ヶ月でクビになったんですけどね。大丈夫ですよ、何をしたんですか。それ言えないですよ、それ言えないですよ。ダメでいいですよ、ダメでいいの、敵の悪さがもう首を言い渡った首ですね、もう。なるほど、来なくていいって。去年ですね、はい、春休み、まあ、自虐ネタを使ってもまだ始まらない、そうですね、もう体張ってこんなにリスクを負ったのにまだ始まらないという、はい、長いですね、はい、どうします、今日店長見に来てたら。近いですね、いやですね、近いですからね、ここはファミマじゃないんですけど、ちょっとこの近辺のファミマなんですけどね、あの向こうの方の、はい、1ヶ月って言ったんですけど、多分10日ぐらいしか勤務してないですよね。おっと、準備できたんですね、はい、ただいまより本日の第一試合を行います。青コーナーより山上雄介和人組の入場です。赤コーナーより脇ガッティヒロシヒグモン組の入場です。この2人はチームでやってて、はい、
改めまして、皆さんこんにちは。元気がないのでも帰りますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。暑いですね、今日は。しかしですね、この暑い中にこのリングでもっと熱いことが今から起ころうとしているんですが、そう、この第1試合山上くんのですねデビュー戦をこのリングでしようと思ったんですが、彼がですねこのあまりの暑さにちょっと怪我をしまして、本当なんですよ、本当なんです。プロレスっていうのは危険と隣り合わせですが、この彼が怪我して今日はデビュー戦はできません。本当に皆さん楽しみにしてくれていたのに申し訳ありません。すいませんでした。申し訳ありません。ただここでやめるわけにいかないんで、俺が彼の分まで一人でこの二人を絶対倒しますんで、皆さん応援よろしく。になりそうですね。もう聞いてみましょう。はい、山上裕介デビュー戦の予定でしたが、緊急試合ハンディキャップマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー172センチ73キロ、カズチョイシャイゴイシトカズト。赤コーナー176センチ97キロ、ワキガティヒロシ。超人強度千万パワー、ワキガティヒロシ。167センチ、77キロ、ヒグモン。千の技を持つ男、ヒグモン。レフェリー、レッドシューズ、マミ。はい、ということで、はい、ちょっとこのあまりの暑さに、はい、山上君がちょっと負傷してしまったということで。そうですね、はい、裸でセコンブついてます。はい、寂しくなりましたね。はい、頑張って声出してもらってほしいですね。学部祭までにちょっと直してほしいですね。そうですね、もう1週間後から学部祭があるんで、はい、今日ちょっとデビューして、はい、レバーに行って副業しないでほしいですからね。はい、はい。さあ、今後待ちましょう。はい、あ、おっと別人番組怒りますね。怒ってますね。はい、今後待ちましょう。さあ、ハンディキャップマッチ30分の勝負。はい、カズトバーサス、はい、バキガティ・ヒロシ・ヒグモ組ということで。そうですね。さあ、もう山上の上までカズ選手が頑張っていて、さあ、6カップ。バキガティ・ヒロシも熱いですからね。熱いですね。なんていうの、爪毛が半端ない。今日すっごい暑いのにあんなモコモコしてますからね。はい、ブレブレですよ。はい、ワンホール、バッツ。さあ、バッツ。暑い、暑い。いや、服着てても暑いですかね。そうですね。いや、さっきリングちょっと触っただけでもすんごい暑かったですからね。いや、もうフライパンぐらいありますね。フライパンぐらい暑いからね。さあ、ロックアップ。おー、さあ、カズトロンできた。さあ、ブレイク。おー、おー、さらにヒグモンにも。ヒグモンだけどずっとこうだね。こうだね、座ってましたね。はい、ただプロレスはあれですか、はい、ロープを触ったらブレイクということで。そうですね、技を離さないといけないんでね。はい、はい、あー、さあ、ここは2人が倒れてます。味方がいたらカットが入れるんですけどね。そうですね、ちょっと僕はやっぱハンディキャップのちょっと不利な感じですね。はい、出たプロレスの謎のルールですね。お前が取り引きやろ。バカだもん。プロレスは負けるんだ俺が。ないといけないという、そうですね、謎のルールが。バン、はい、誰が作ったか知らない。バスルール取り切ろうよ。障害カウントは20、3秒以内に戻ってこないとリングアウト。ワンカー、そう。はい、さあ、ラストコールですね。おっと、ミスコールですからは。もう、はい、これだけのお兄さんがいたら、もう、ハンデなんか関係ないですね。はい、関係の声が、はい、になりますからね。はい、はい、はい、お願いします。おっと、これは、メイですか、メイの声を聞いて。そうですね、脇垣広志の男前の顔に。はい、そうですね。試合終わったら、もっと勢いになってる。そうですね。さあ、ロックフィンテッドロックキック。おっと、ちょっと当たりが、はい、当たりがね。男前ですね。男前ですね。さあ、ホームストロックキック。
ません。ありがとうございます。僕ですから、はい、さあ皆さんよろしくお願いします。さあ勝つと思う。おお、うまく聞いてけんか今1000万パワーの訳あって広島でやっぱさすがにあそこ行ってあるなということで、はい、あそこ1000万パワー、1000万パワーないということですね。さあ、キック、うまいですね。ここでうまいですね。はい、普通にタッチしてもダメないというはい、やっぱ一人なんで、はいはい、大変ですね。訳あって広島パンツがちょっと後ろ見えだしましたね。いや、気のせいですよ。気のせいですなんかボディが見えるんですけど、いや、気のせいです。気のせいですはい、絶対パンツがでもあれですね、2人っていう判例をうまく利用してますね。はい、さあ下がって、下がれ、すいません、はい、下がれとイギリス帰りの、イギリス帰りなんですか、ビッドシューズマミーが、はい、帰国子女、帰国子女、わかんないですね。なんか夏休みに留学したみたいです。プロレス留学、プロレス留学、イギリスのプロレスマンです。なるほど、はい、なんかまた今年の夏もイギリスに行ってくるって言って、今バイト頑張ってるんですよ。なるほど、はい、あの、Facebook やってるんですけど、はい、英語って書かないですよね。あれは日本語なのに、なんでよく何言ってるかわからないさあ、そうだ、こう言ってるやつネットシェーズやっぱ通算とかは発音も発音がいい、なんかいいように聞こえますよね。ワン、ツーの、ツー素晴らしいツーですね、はい、いいですね。そのレフリーのレッドシェーズマミーのツーにも注目してほしいですね。はい、さあ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 、リング上は木垣ひろしとカズト、完全にカズトが伝わってますね。そうですね、やっぱハンディカップなんで大変ですね、この辺が、はい、暑さもあるんでね、はい、普通に考えたら勝てるわけないですもん。そうですね、はい、皆さんの応援の力が必要ですね。全員があったら、そうですね、セコンドフォーム頑張ってほしいですか、はい、これ何ですか、ちょっと恐怖、もうやりたい放題ですね。やりたい放題ですね、もう反則のオンパレードですね。はい、もう恐怖、さあ、なんかやってます。いや、これはスリーパーですか、ジョークですね。鉄柱が邪魔でよく見えないです、はい、ちょっとこの実況的な位置があんまり良くないって言ってですね、鉄柱邪魔ですね、はい、はい、山上山上味方怪我なんてしょうがないですけどね。しょうがないんですけど、やっぱ山上は今すごい声出してますよ。ものすごく声出してます、はい、頑張ってください。さあさあさあ、はい、さあ頑張ってください。カズトは結構ダメージがあると思うんですけど、はい、2人はまだ全然、そうですね、さあここでヒグモン選手のブレーバーさん、はいはい、山上いやー山上も、声出して頑張ってほしい、出たいでしょうけど、はい、今日はちょっと欠場というところ、5分経過、5分経過、さあ5分経過、さあ逆肩エビ、はい、逆肩エビ固めですね、はい、さあなんとかプッシュ、おおっとプッシュアップ、腕出して、しかししかし潰されてしまった、これはきついですよ。そうですね、ここはなんか、はい、いや、山上もカットに入ってほしいですけど、はい、なんかセコンドで喋ってるんですよ。おしゃべりですね。ちゃんと応援してください。はいはいはい、ピッチなんですから、はい。これタップもあるんじゃないですか。そうですね。さあ、ここは。いや、なんとか逃げれましたね。はい、しかし、一方的、一方的ですね。そうですね。大変ですね。やばいかも。はい、じゃあ、一人で戦うと言って、はい、戦うと言ったものの、やっぱ大変ですね。ここここですね、これ。はい、さあここでまた2人がかりで、こういうことは、さあコーナーに振って、さあ並んでます。さあまずは1本でした、エルボー、さあ脇垣広島、エルボー、おーだめだ、ピンスか、何を狙うか、さあ2人がかりで必殺のクロスボンバー、ボンバー、おーあんた強烈ですよ、今のさあフォール、誰でフォール、ワン、ツー、スリー、6分10秒、勝者、脇垣広志。いやー、最後は、はい、脇垣広志のビッグボンの連携、セカンパーズのクロスボンバー、クロスボンバーですか、はい、いやー、2人の反応の受けをして、カップ何かでカップをやられましたね。そうですね、ここ大丈夫ですかね、ちょっと心配ですね。いやー、やっぱり君のままで、ちょっと欲しかったんですけどね、気合は十分だったんですけど、やはりちょっと大変だったね、やっぱ気にかったですね。もうほっそりかっこいいわ。続きは学文祭でということで、ああそういうことですか、はい、デビュー戦学文祭頑張ってほしいですけどね。そうですね、まあ多分飽きたりするんで、そんな多分大手がではないと思うんですけど、一方カットの方向の感じが、はい、
ってた。くそ、恥ずかしい、何もできてない、暑かっただけ。山上、はい、リングに上がってこい、はい、僕が約束します。いいか、山上の試合を見てんだろ、おい。多分俺は仕事で休めねえ。休めたら来ますけど。ただこの後まだまだ試合ありますんで、まあ今度デビューするであろう山上に大きな拍手を。そして負けたけどかっこいいカズトに大きな拍手を。みんなの声援が僕のパワーです。以上、田中さんだけ。はい、ということで今日は山上選手試合決まって決定したけど、すいません。